自転車競技のロードレースにおけるオールラウンダーとは、山岳コース、タイムトライアルのいずれも弱点なく、ステージレースや、グランツールで、エース格になるタイプの選手。上り、平地、タイムトライアルのいずれにおいても平均以上の実力を、持つ。一流選手ともなれば、クライマーと同等以上の都販能力と、タイムトライアルスペシャリストに匹敵する、独創力を合わせ持っていることもあるが、 連続した、長級三角や長距離のタイムトライアルでは、特化型の選手には一歩を取る。ステージレースにおいては、タイムトライアルと三角ステージで、他の選手に差をつけ、平地のレースでは、ステージ優勝争いをするスプリンターと同じ集団で、ゴールするという戦い方が基本であるためスプリント、能力は特に応急されない。ただし、 ステージ順位上位3人にボーナスタイムがつくレースでは、スプリント力が、総合成績争いにおいて武器になることもある。ただ、代表格であるエディ・メルクスや、ベルナ・ールイノーはツール・ド・フランスにおいて、総合優勝とスプリント賞を同時獲得したことがあり、またショーン・ケリーや、ランス・ワアームストロングのように、 スプリンターとしてデビューし、後に、オールラウンダーに転向した選手もいることなどから、わかるように、スプリントが全くできないわけではない選手もいる。しかし、ゴールスプリントでは、混戦になることが多いため、落ち者の危険や足に、負担のかかるスプリントを避ける場合が多い。グランツールと呼ばれるツールドフランス、ジロでイタリア、ブエルターエスパーニャの三大レースを筆頭とした。 ステージレースでは、エースとして、総合優勝を狙うほか、山岳ステージや、タイムトライアルステージでのステージ優勝も狙う。ワンデーレースにおいては、リエージュ・バストーニュ・リエージュや、アムステル・ゴールド・レースなど、アップダウンの激しいコース設定がされたレースでエースを、務める。ありがとうございます。